世界が変わる。プロジェクト東京ドールズでナナミを演じています桜彩音です。今回この作品はオーディションがありまして、ゲームでオーディションをやるっていうのはすごく気合の入ったプロジェクトだなという印象があったので、参加できて非常に嬉しく思っております。ナナミは基本的には一歩引いたところにいる天の弱な性格のキャラクターなんですけど、こうどちらかというとアイドルとか表に出る人間よりも裏側の人間に近い思考を持った子だなという印象が強くて、そういうところは非常に共感できる部分も多かったりして、あ、すごく気持ちがわかるなっていうキャラクターだったので、寄り添いやすかったなという印象です。ただちょっと他人に対して当たりが強かったりとか、そういうところは皆さんに受け入れてもらえるんだろうかっていうようなちょっと心配も私自身は今してるんですけど、ちょっとどうなるかなっていうのは今から楽しみです。あ、入れ歯が入れ歯が、あ、生きている。まだ戦闘ボイスが可愛くないすごい気合い入れて撮っちゃったんだろうな。私ゲーム苦手で全然こう難しい画面のこととかよくわからないんですけど、それでも一回コツをつかんでしまえば割と簡単にプレイできるので、あの入れ歯ですよね。あの表情が見えない物体っていうのが大嫌いなんです。仮面とかピエロとか、まあ、そういうのは大嫌いなので、入れ歯も目がない嫌なので逃げます、全力で。選べ的なことですね。ヒントが少ないけど、ヒントが少ないな。やるとしたら全部嫌だけど、全部嫌だけど、あ、猫かわいいですね。猫ハンマーかわいいですね。猫好きなので猫できて幸先がいいですね。これからリリースされるプロジェクト東京ドールズ、ナナミもですね、すごく可愛らしい女の子に仕上がったのではないかと自負しております。ぜひぜひ、ゲームプレイしていただいて、ナナミを使って遊んでいただけたらと思います。よろしくお願いします。次回は綾役の竹達彩奈さんが登場します。お楽しみに。というわけで、それではまたどこかでお会いしましょう。バイバイ。